はい、今回はヤソというホラーゲームをやっていきたいと思います。このゲームなんですけど、ゴーホームの作者さんの新作らしい。で、今回は体験版になっていて、後々、さらに、内容が濃くなった製品版が、発売されるそうです。それじゃあやっていきましょうか。ゲームをこれやめるではない、初めから。うわー、なんかやっぱこの作者さんのなんかこの色彩めっちゃ綺麗だよな。なんか手血だらけなんだけど、なんか しかもなんか下に男の人倒れた。何を何を肩太りしているのに案外簡単なものなのね。何が外が暗くなってしまった。早く帰らなければまた夫に殴られてしまう。このままにしていいの？だから何が。とにかく外に出るわよ。ん、なんか自問自答してるのかこの人。あ、じゃこれ自分、あ、この人が主人公なんだ。で、この男の人を殺めてしまって、まあ、何がみたいな。あ、すいません。はい。じゃやっていきましょうか。外に出ろって言ってたな。ここのガラスが割れていて、なんか凶器は多分、なんか一番最初に手に持ってたガラスなんだろうな。で、この人は誰なんだろう。すごい、まだ動いてるけど。これ出られるのかい？嘘でしょ。最悪だわ。お守りが破れて中身の折り鶴をどこかに落としてしまったみたい。あの折り鶴がなければ私は生きていけない。何としても探し出さなきゃ。なんかこの人はあれなのかな、独特な執事があって、なんかそういう折り紙の精霊みたいな感じなのかな。施錠されている。はい、走ることはできないっぽいな。ここは何も、足の間合ってるか、考える足であるみたいな人間は。なんかそういうやつだね。柳の間。施錠されている。これは何もない。ここから、館広いな、しかし。何もかも思い通りにいかないわ。何の価値もない私の人生。生き地獄で死ぬまで生きて、死んでも地獄に落ちるのよ。やってられないわ。なんか深いな。左クリックで壺を壊さず、唐突。これに、つまり物に当たるってことだな、これ。何を派手に突っ立ってるのかしら、この壺は。ああ、腹立たしい。こんなもの、こうよ。いや、すごい威力。こんなもの、こうよなんだけど、なんかアイテムが出るわけじゃない。真ん中の部屋に、2個あったよな。そこを見てこう、白樺の間。空いてる部屋があるのかな、この中に。これなんで、タンポポ書籍室、急に書籍室来たわ。凹凸場？じゃ、玉突き場か。玉突き場。今、真ん中の点読めなかった。玉突き場って何なんだろう。けん玉をして遊ぶのかな、みんなで。じゃあ、つぼってく？うれ。あ、結構、何もないとこでも投げれるんだね。これ全部割ったらなんか、もらえる？あ、なんかアイテムないぞ、特に。施錠されている。あれ？なんか開いてる。あ！壺を全部割ったら、ステンドグラスみたいなのが復活した？ここは施錠されている。何の部屋かわかんない。全部割っていけばいいのかな、とりあえず。あ、今、絶対割れたやろ、今のパンチ力なら壁。百合の間。桜の間。バラの間、菊の間、はいはい、なでしこの間。景色いいな。いや、なんかやっぱこの世界観好きだわ。いや、百合の間のアピーいいよ、もう。で、ここも開いてないんだよね、施錠されてるから。で、これ反対側の塔行こうか。大宴会場。こういう洋館って行ったことないからさ、なんかこういうとこのホテルとか行ってみたいよな。こういう赤絨毯。これさ、タデの間？この鍵で、このビリビリは、あれ落ちてくるやんな。ですよね。あー、この先行けねえんだ。なるほどね。多分足が、足に刺さるか。これ左手の血痕が気になるの。やっぱこの人が、あの世に送ったんだろうな、あの人。鍵なかった？なでしこの鍵。なんだっけこれ、なんていうものこれ、なんとかバナ。
トバナ、絶対違う。施錠されてる。なでしこの間って違うよな。反対側だよね。タデの間、こういう、なんか回ってくのかな。あ、でも繋がってないぞ、この横は。あれ、こっちじゃなかったか。下の階かな。ユリ、桜、バラじゃなかったっけ。バラ、あれ、なでしこない。聞くからの開く。繋がってたのか。覚えとかないとね、ちゃんと。足の鍵、足は一番最初のとこだ。うれ、ここだだっぴろいけど、まあ、これ壺割りチャレンジあんのかな、もしかして。本編になるとさ、本編だと全部の壺を割った人はなんか足が速くなるとか、そういう効果がついてるのかも。花がモチーフなのかな、今回は。なんか音しない？ここのなんか回復したこのステンドグラスっていうのは何か意味があったりするのかな。粉々や、壺が。足ってここじゃなかったっけ。はい、壺がある。悪い。この壺っていうのは人だったりとかしたら怖いよな。実は正気に戻った後、これは全部人でしたみたいな。でも何もないぞ、特に。ここのタンス開けられる？タンスと言っていいのか分かんないけど、ここが行けたりとか。いや、特に何も。あ、なんか綺麗、屏風。屏風柄の壁紙って、なんか、え、鍵を手に入れた。何の鍵だったんだろう。なんとかバナ、なんとかバナの鍵。なんか割っても、割ったら意味あったっぽいな、今。すげえ今イントネーションあったけど。リンゴの間、白樺の間、タンポポ、書籍。これ多分全部違うよな。玉突き状、玉突き状だけすげえ詳しくなったわ。これはあれかな、入って左の部屋かな。なんとかバナってつくの少なかったよな。そろそろなんか出てきてもおかしくない。ここは怖いんだよな、通るたび。あれ、世界観変わった。でも、鳴るのは自分の足音だけだ。こっち側かな、ユリ、桜、バラ、キク。あと、こっち開いたのか。これ反対か、奥か。逆に不気味だよね。なんか独特の家の形してるよね、なんか。でこういうとこ住んでみたいとは思わないな。泊まるぐらいならいいけど。タデの間、あ、ここかって。あ、なんか神社っぽい。神社っぽくね、この形。なんかとんでもない掛け軸ない？骨の形がわかるくらい痩せた顔、落ちくぼんだめ、ボサボサの髪。あの人はどんどんと変わり果てていった。誰のこと言ってんだろう。幽霊画を見て思い出すなんてひどいわね。なんか人生つみこって書いてある、名前、作者の。この金庫は後々、パンチいけない、パンチいけない。はい、これ幽霊出てくんじゃない。自動で開く。あ、で鍵が取れるんだ。OK、梅の鍵。あー、ちょっと待って、生首が飛んでます。竹の間、今回幽霊が肝なのかな。この人はでも行ってみたいよね。行ってみようか。特に何もない。パパイヤの間、パパイヤ出ちゃったよ。松の間、藤の間、食堂、食堂の中にはなんかランプ的なものがある。パパイヤ出ちゃったよ。で、ここが繋がるのか。梅手に入れたの。梅ちゃんってどこだっけ。まあ、しらみつぶしに行けば何の問題もないんですけど。リンゴ、白樺、タンポポ、書籍、梅ちゃん、食堂の鍵。パンチ、パンチ、パンチできない。パンチ、またパンチ。ただ鍵がなんか拾える可能性あるから、よく見とかなきゃいけないな。
すべてのやつ割ってくよ。あ、なんか待って、なんか化けもいたな今。食堂はさっき開けたとこのとこじゃなかったっけ。今の何、尻尾、かわいい尻尾が見えましたけど。あ、天井もなんかすげえな、世界観が独特すぎる。ここじゃなかったっけ食堂。オッケー、ちょっと暗いかもしれないけど見える範囲ではあると思う。何もないところから音楽が。パンチ。藤の間。これは何か来るという序章ですか。松の間。今何だった、桜、パパイヤ。あ、ここにもあった。はい。地下室、地下室だけ明確。待ってください。何ですか今の。これさっきの尻尾マンだよねきっと。あ、まあ女の人かもしれないけど。竹の間でそこ開いたから違くて、あの飛んでた生首は見てないんだよ。これも割れるの。あ、これは割れないのか。これは割れないっぽい。割る方法があるのかも、後々。これタデだもんね。この反対側だっけ？なんか下で音楽鳴ってない。あ、ここか。こんなでかい音鳴る？なんか今奥に誰かいなかった？あ、レコードだ。特に鍵はなし。このレコードに何か秘密があったりする？特にないな。鍵なくない？ある？鍵さん？鍵さんないな。あれ？この部屋でもなんかないと次積んじゃうけど。俺もつみこさんになる。どこか寄ってないってことか。ある。バラの間。もう一個ぐらい開く部屋があったりして。それか戻ってみるか。この部屋意外と何もなかった。この中に鍵が入ってない。あれ、ないな。あ、なんかさ、奥、あの目ん玉みたいなのこっち見てない？何あの目。ちょ、近づいてみようぜ。何あれ、こっち見てんだけど。あ、こっから先もう行けないわ。怖すぎて。開いた？翔ちゃん。翔ちゃん？なんか病を患ってるね。もうダメだと思う。いや、むしろ、もうとっくにくたばってるんじゃないか。ちゃんっていうのが主人公なのかな。でも千羽鶴のなんか話題からするに、なんかこの人っぽいけどな。ニーク。ん？ニーク？あ、それがこの部屋だったんだ。その主人公、多分主人公であろう人と、そのなんか病を患った人の。すごい血の量。
あ、てか、いなくなってない?これ、幽霊。どこかにいるんじゃないの、これ。掛け軸から幽霊がいなくなってんだけど。この人は絶対出てくるじゃん、じゃあ。そういうこと?あ、気のせいか。階段の音か。唐突すぎてちょっと理解が追いつかなかった今。この先気をつけろってことか。びっくり。これでもどのタイミングで出てくるんだろう。ここだよね。はいはい。あ、なんか急に走ってない。走れるようになった。帰ってくる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 わ。この先行けねえんだが。あ、鍵あるじゃん。鍵、幽霊に追われているときはシフトで走ってください。はい。いる、幽霊いる。走れねえんだけど。皆さん、あのシフトで走れるらしいんですけど、すいません、走れないです。上にいたってことは下にいない。あ、下もいるのね。ちょっと、上にも下にもいいんじゃん。双子?双子の幽霊?にーくー。なるほどな。ここ行って、あ、て鍵あんじゃん。で、あっちから来たってことは、こっち抜けられないよね。なんか他の部屋どっか行ける?あ、なんか行けるわ。幽霊と、湯布物はかな?見えたる相手に、ちょっかいをかける、ちょっかいだけカタカナ。ちょっかいをかける、心ばせあり。おのずから狙われた、けるな。狙われちゃダメだよ。冷静に、隔て、足らんかな。なんか、部屋とか入ればいいのか。二度ほどかわせば、諦め、やつ。諦めるやつー。オッケー。勘していけと。これでも下の階になんかあんのかな?あそこのパパイヤとかのとこ見たいんだけど。でもこの先いたんでしょ?あ、音しない。あ、待ってください。あ?なんか来るタイミングがよくわかんない。あ、来てはいるのね。ここ行ったら追ってこないっぽい。自動なのかな。あー、でも自動だな。この下はやっぱ行けないんだ。オッケー。それなら一旦戻ってみる。あ、よそから回らなきゃいけないっぽい。あ、てかこの先なんか血の跡がついてるわ。地か水かわかんないけど。これを辿っていけばいいのかな?あそこにいる。で、こっち行けと。血の跡がついてますよ。この先だ。ってことは開いてるのかな?これ。あ、ここで止まってるな。玉突き場。玉突き場。あれ?ここから?ん?何なんだろう?この血の跡は。何かあります？ここで止まってるんだけど、書籍室、タンポポ、白樺、リンゴ、柳。あ、これそこを解放してあげないとあれなのかな、下通れなくなるのかな。ちょっとあの死んだわ。大宴会場で、この先は何もなかったんだもんね。やつがいないタイミングで行かなきゃいけないのかな。え?嘘でしょ?この先?そんな高速で開く?開閉しちゃう?書籍室ってこれ反対側じゃなかったっけ?
こっちじゃなかったよね。ユリの間。あれ、これ待ってください、これ。これ、こっち行かなきゃいけないみたいな。え、鍵取るのはいいんだけど、あっち側行けないよね。これなんかどっかいい道あんのかな。この先で幽霊待ってるから。ここじゃないもんね。これ、気合で下降りんのかな。どこの角まで来るんだろう。こっちの角まで来るのかな。これ見てください、これ。ミリで。ミリ置きしてみよう。まっすぐ来てないこっち。まっすぐ来てるね。これ、どうやってこれ、見過ごすの。このテーブルで回ればいいのかな。あ、帰ってった。あ、帰ってったわ。右行って、で、多分左回ってくると思うんだよ。あ、これで、後ろついていけばいいのかな。あんま近づきすぎると多分反応するから。で、これで、一旦かわして、ここで下降りるって感じか。下行く。オッケー。なんかいるんだけど。何してんのもう。暇なん。幽霊の人。こっちだね。書籍室。あれ、合ってるかどうかわからん。柳の間、多分こっち側だと思うんだけど、幽霊があっち行ったからさ。白樺、違ったらこれ最悪よ。ここだっけ。あ、ここだっけ。さあ、書籍室来た。なんかあれ光ってる。パパイヤのか、なんか今顔見えた。こんにちは。パパイヤの鍵は地下の方だったよな。これで戻れる。幽霊を避けつつ行かなきゃいけないんだけど、正面だもんね。だって幽霊いないこと祈るか。正面多分行けば、すぐ行けると思う。なんか復活してる。あれ、これ割ったはずでは。なんかね、一回エラー起きてクラッシュしたから、もう一回やり直してんだけど、これ、割った壺とか、復活、するんだね。パパイヤって、ここだって。あ、そうだ。違った。やっと顔見れたわ。可愛い顔してた。パパイヤの鍵左なんだけど、これ、唐突にお亡くなりになったからさ、この正面行ったら。あ、でもどうなんだ、変わんないか。一応左調べて、ダメだったら一旦上戻って降りてこようか。この先なんだけど。でもここまで来れたら一緒だと思うんだよな。松の間、あっち側だもんね、だって。来る方向が悪かったとか。でも避けれないよな。方向の前から来んのよ。走って逃げて。一旦ね。あ、もういい。あ、でも来るな。引っかかってない、ここで。ここの階段まで上がってこれないっぽいんだけど。これどうしたらいいの。気合で。あ、近くない。なんかね、壁貫通してくんだよ、急に。引く。もうこれ気合でいくわ。うれ、あ、いた。よしよし。あれ、誰。あ、さっきの人。あー、ここで終わりか。いや、これめっちゃ続き気になる。